はようございます。時事雄三です。時事雄三的夢の世界、今日はですね、ここ熊本市なんですけど、ちょっと風が強いです。そして飛行機もちょっと飛ってますので、ちょっと状態が悪いですけど、このまま飛行していきます。2023年7月8日土曜日です。こちらが前回ですね、投稿して植えましたウツボグサなんですけど、ここを、まあ、これ見たらどうにかつながるかなというところなんですけど、そしてですね、ここがですね、時事雄三のですね、庭にですね、黒猫がですね、ちょっと入ってきてですね、ここでちょっと遊んだみたいですね。だからここ掘って、こうねですね、ちょっとこちらのウツボグサが大丈夫かなと思いますけど、だからこことこことこことここですね、だけどここはちょっと養生しときたいと思いますね。そのままちょっと元通りですね。ここが根っこですからね、根っこのところから黒猫のですね、ほじくったみたいでですね、ちょっと一回押さえときますね。これでこちらのが生き上がればいいんですけどね。ちょっと前回植えて、ここにもあるんですけどね、こちらもここ1、2、3、4、5、これだけあるんですけど、ちょっと生きてるとは思うんですけどね。まあ熊本市もはじめとしてですね、雨が多いですから、水分っていうかですね、それに対しては大丈夫なんですけどね、どうなんでしょうかね。こちらがですね、さっき言いました黒猫にちょっと荒らされましてですね、まあ、食べてはないみたいですね。これも薬草としては漢方に使えますからね。まあ猫も食べれば体にはいいかもしれませんね。まあそういうところで、そしてですね、今ここ空いてるところ全てをですね、ウツボグサのですね、薬草を畑にしたいと思いますけど、まだなかなかかかりそうですね。ウツボグサのですね、状況を説明しました。本日っていうかですね、今朝気づいたんですけど、ここにですね、アボカドがですね、これだけ、アボカドは1日でですね、このくらい伸びますけど、おそらく昨日が雨でしたからですね、私もよく見てませんけど、こちらを見ましたらこれだけちょっと伸びてました。これが1日に伸びますから、まあここまで伸びたら、ここから先がちょっと時間がかかりますからね。まあこうですね。その隣がですね、これもその1日ぐらい前に、まあおそらくこう芽が出て伸びたんだと思います。これだけです。で、時事雄三のですね、まあ、庭というか畑にはですね、アボカドが相当増えてます。熊本でですね、実がなることはないんですけど、この葉っぱがですね、何とも言えない色ですね。これが大好きでですね、私はアボカドの種から育てています。まあこれとか、ここにもですね、まあ、時事雄三の場合はもうこの、いろいろの、まあ、作物がごちゃごちゃなってますからね。これは去年のですね、植えたのをここに置いとったら、まあこれが出たということで。まあ、この辺はもうほったらかしってしときたいと思います。まあ、それとこちらがですね、まあ、麺のこう畑になるんですけどね、まあ、トマト、ナスビ、あっちがピーマンですけどね、正直言ってもうちょっと全滅でみたいな感じですね。もう時事雄三として反省してます。泥作りというかですね、そういうのからいかないとなかなかですね、植物も育ちませんからですね。まあ、こういうことで、ナスビはですね、もう一回収穫しましたけど、あとナスビはちょっとなってません。ピーマンもですね、2株ありますけど、それも収穫しました。そしてキュウリは2株ありますけど、これですね、キュウリさんが出てます。ここに出てます。そうですね。これが2、3日したら おそらく食べる大きさになると思います。キュウリですね。あともう一株、こちらキュウリがあるんですけどね。こちらも何本か収穫しましたけど、全然です、ね、
まあ見てもらえば分かりますように、ミニトマトがですね、結構こうあります。これは虫がついてるからもう捨てます。手入れが悪いということでですね、まあ、皆さんもうちょっと手入れをしっかりされてください。それとこれはシソですね。シソが去年ですね、ここにその大きいの1本植えてましたから、その種からですね、でシソだらけになってます。シソはですね、ちょっとした料理に使ってます。こうですね、これはサトウキビです。シソに間違いやすいのがですね、こちらなんですよ。これがこれをよくシソと間違えますからね。葉っぱ似てます。まあ、これを食べても毒性があるかどうかちょっと分か詳しく知りませんけど、こういう感じで葉っぱの形が違いますからね。よくシソの中でこういうのあって、間違ってシソとして食べる場合がありますからね。結構ですね、こんな感じですね。幹もシソに似てますからね。最初シソかなと思ってたんですけど、やはりこれは違うと思いますね。ここにですね、かぼちゃなんですけど、ます。だからこれもですね、もう小さい、ちょっと整理しないといけないと思います。根っこでですね。そして、私が迷ってるのがですね、ここにですね、アボガドがあるんですよね。アボガド。アボガド、こう、一本に、まあ、2本ですかね。同じところからこれだけで、そしてここにもアボガドがありますから。だからですね、どっちを生かすかということでちょっと悩んでますけどね。このかぼちゃはですね、友達のですね、 N さんからもらった分ですからね、実をですね、育てたいと思います。ただ花は出てますけど、まだ実が一個もなってません。まあ、その辺をちょっとまたどうしたらいいか調べたいと思います。まあ、そういうことでですね、そしてこのジジ雄三のですね、家庭菜園はこういう感じでですね、泥作りからしていきたいと思います。